セルゲイ・ビクトロビチ・チェメゾフは、ロシアの企業経営者。KGB 出身であり、白引きの一人と目される。1952年8月20日、チェメゾフは、イルクーツク州チェレムホボに生まれる。バイカル州立大学卒業後、ソビエト連邦軍式幕僚大学にて博士号を取得。卒後は、イルクーツク貴金属、非鉄金属研究所の技術者として勤務した後、 1980年から8年間、KGB 参加の情報組織で働く。東ドイツドレスデン夫人時代、KGB エージェントのウラジーミル・プーチンと同じマンションに住んでいたことから信仰を深める。1988年から1996年の間、貿易協会の副代表を務め、1996年から1999年まで、 ロシア大統領府国際経済部のトップとして、プーチンを支えた。その後多くの企業で代表を務め、2006年には、統一ロシア党評議会議長に選出された。2007年、国営コングロマリットである、ロステックの CEO に就任。2010年からは統一ロシアの IT 開拓プロジェクトに参与し、革新的な IT エンジニアの発掘に携わっている。 2014年クリミア危機の際には、チェメゾフ個人も経済制裁の対象となり、EU 及びアメリカへの入国禁止、資産凍結が行われた。妻、エカテリーナとの間に4人の子供がいる。エカテリーナは、複数の企業の大株主であるほか、モスクワでレストランチェーンを経営している。ありがとうございます。